こんにちはこの前ね近所の一角にパン屋さんができたんですよパリホシっていうパン屋さんなんですけどもお花を届けてきましたでお花に関しましてはね、まあ、吉田屋さんも言われてるみたいにあの種が大事なんだってことではあると思うんですよニーチェの言葉っていうのはね偉大ですよねで花束をこうやって送る時に何で人が喜ぶかっていうと花束っていわゆる受粉する、まあ、人間で言ったら正紀なんですよね 正規を人前に向けて、はい、どうぞってプレゼントするわけなんですよ。で、喜んでいるというね。<laughs> まあ、その辺考えると、ちょっと卑猥なのもんがあるんですけどね。正規をプレゼント、みたいな。<laughs> 何なんでしょうね。人間と花の立場が変わったら、なんとも奇妙な図がそこにはあるんじゃないかなと思います。<laughs> はい、今回ですね、もう亡くなりましたけども、映画監督の大島渚さんです。大島渚ささんといえば、映画監督では有名なんですけども、未だに、どの映画作ったのか全くわからないんですよね。 はいこの大島渚監督はこういう風な言葉を残しています今やれることを今やらなかったら一生やれないということなんだということなんですよえそっか塾の中でね人生後回しにしたことでやったことってありますっていう風うな問いかけがあるんですけども後回しにする時点でもうやらないんですよ、ね、後回しにするぐらいもしね後でもやるような大事なことだったら今やるはずなんですよねでしょ後の方に やるモチベーションが高まっていくってことはまあほとんどなくって思いついた時が一番モチベーションが高いんですよなのにそれをやらないってことはどんどんモチベーション低下していくんですよねお金稼ぎも結局ねいろんなコミュニティに入りますけども決済する時が一番コミュあの何モチベーションが高いっていうのは妙な話ですよ決済した後が始まるんですよこれね売る側にもね責任があると思います売るまでは一生懸命なんですよ売った後はめんどくさい作業が始まったぐらいしか思わないからサポートが チャランポランだったりすすると思うんですよねそういうことじゃないと思うんですよ。買っていただいた方とやっと二人三脚が始まるんだなっていうふうにワクワクするもんだと思うんですよ。でビジネスをちゃんとできる人っていうのは買ってくださった人は信頼関係がさらに高まって次も買ってくれるに違いないという形でリピーターを見ていくんですよね。だから売ってサポートがめんどくさがる人っていうのはビジネス途中で終わっちゃうんですよ。だって売ったらサポートがあると思うわけでしょ。だから一つ例外的に これは無理もないなっていうのが、あの、FX とか株とかの投資のコミュニティなんですよ。この投資のコミュニティっていうのは、必ずしも名プレイヤーが名サポーターになるとは限らないんですよね。で、トレードがものすごく上手な人に弟子入りしても、教えるのが下手な人が多いんですよ。あと、教えるのがめんどくさいとかね。だったら自分で一人でコツコツトレードするよって人がいるわけですよ。だからそういう人に弟子入りしちゃうと、ちょっと不幸ですよね。うん、だからやっぱり、 名プレイヤーは自分でセールスやサポートをするのが苦手の場合が多いですからビジネスが下手な人が多いですからビジネスが下手だからトレードに行くわけですからね実はビジネスのセンスもあるしトレードも上手ってやつはほとんどいないんですよまあその中でまずはビジネスを構築してそしてそのビジネスを構築した余力で投資を取り組んで投資にうまくいった場合はこれはね鬼に金棒な,なんですよね投資でも勝てるようになった そしてその勝てる方法、ビジネスで勝ってきた方法で大きなマーケットに切り込んでいくってことをすると、まさにね、リピートのリピートのリピートっていうのが起こせるわけなんですよ。で、サポートも喜びでできるしね、うん。だからビジネスに関しましては、やっぱりどっかでね、結果を出しておかないといけないでしょうね、きっと。で、その上で投資をやると、投資もビジネスになるっていうふうな形でございます。投資ってのはリスクが付きまといますけども、 投資っていうものを商品にするとリスクはぐっと減るわけなんですよね。まあ、そういった形で自分の最も得意なお金の稼ぎ方を模索していく日々、こういうのがあ私たちの人生には求められていくんですよね。まあでもね、今やれるはずなのにやらなかったら一生やらないんですよ。だってね、全力疾走して自分の脚力を高めていくとか、パンチを繰り出してね、格闘家の道を追求していくとか、さすがに40、50から始めたんでもうね、 必須ですよ。やっぱ10代20代の頃に将来俺はビッグになるんだと思ってその無鉄砲さの方向に進んでいなければ二度と無鉄砲なねことはできないんじゃないかなと思います、はいえー、その時期その時期にできることがありますんでね全力で立ち向かっていきましょう今回は大島渚さんのお話をしました